どうもこんにちは、今回ですけどね、20歳を過ぎて、お酒を飲めなくても人生をうまくやっていく方法ということでね、こちらをねご紹介していきたいと思うんですけれども、完全にゼッパちゃんのパクリです。オマージュですよね。世の中にはね10人中2人ぐらい多分僕並みに弱い人がおるんですよ。皆さんは多分平均値なんですけど、それこそご本家様はもう完全逆ですよね。本当飲めるごくわずかな人ですけど、僕みたいな人種も世の中いるんですよ。だからちょっと皆さんには今から喋ることマジで意味わかんないかもしれないんですけど、お酒を飲めるんですけどもめちゃめちゃ弱い人間の立場から20歳過ぎたらお酒の付き合いってやっぱ出てくるので、僕がね過去切り抜けてきた方法をちょっと年老ということでやらせていただきたいと思います。ということでね、まあ講義感出したいんですけど、ちょっとマイクの方ね、うわちょっとすいません、マイクの方ごめんなさいね、ちょっとビール飲んでないとやっていけないんですよ。ドライゼロですよ。何言ってるんですか。アルコールのわけないでしょ。考えてください、ちゃんと。飲めないんですから。こんなん普通のビール飲んだら大変。まずね、そもそもまあお酒なんですけど、基本的にね、そんな無理して飲むのは良くないんですけど、やっぱりこう、あるじゃないですか。新歓とか、社会人とかになってきた時に、お偉いさんとちょっと飲みの席とかご飯の席になった時に、なんか、いや僕お酒はっていうのがちょっとやっぱ言えない空気とか、なんか若い子のノリとかでワキャワキャしてる時になんかゲームがウェーみたいな、あるじゃないですか、飲まされるゲームとか。ああいう時に、いや俺飲めないんでとかって言うと、場がしらけてしまうじゃないですか。やっぱちょっと飲みたくないんやけど、やっぱりこう飲まないと乗り越えていけない環境みたいなのやっぱどうしてもあるんですよね。こう良くない経験ですけど、で僕はまあ今ボカロピやってるんですけど、その前まで社畜してたんですよ。取引先の人とかなんかいい感じに適当に用意書言ってたら気に入られてしまって、なんか飲みの席に連れて行かれて、でおいとしろお前の飲めやそれをもう見してくれよみたいなやつね。ねなんで飲ませてくるんやろうね。じゃあまず一つですね、飲まざる得ない時ですね。どうすれば周りに嫌悪感なくその場を乗り切れるかというところで、これがちょっと今回の鍵ですよね。嫌悪感なんですよね、問題は。だからさっき言った通り、しらけられると困るんですよね。最高。ということで、じゃあどうやって嫌悪感なくね乗り切れるかっていうのをちょっと、見ていきたいと思います。お酒の種類によってね、いろんな乗り越え方があるので、ちょっとね飲めない人頑張っていきましょうね、ここからね。まずですね、はい、こちら、ほろ酔いですね。有名なやつですよね。一滴でも飲んだら何か症状が出る僕らみたいなアルコール激弱人間たちは、もうこんなん全然酒です。はい、嘘です。このジュースとか言ってる人ら。だからでもね、これね、酒飲みに、ほぼジュースやな、こんなん。みたいな言うて、これ大体そそのかしてくるんですよね、あいつらは。はい。あいつらとか言っちゃったごめんなさい。でも、大体だからこのほろ酔い一貫のこの辺ぐらいですよね。この辺ぐらいまでは全然美味しく飲めちゃうんですよ、これ。あれって、いけるよ、全然そんな、なんかね、お酒弱い、あれと思ったんですけど、大体この上のこのほろ酔いの、このほろのろのこの上の部分ぐらいまで減ったあたりからね、体に異変が起き始めるんですよね。はい。このあたりから大体後悔が始まりますね、これ。半分ぐらいです。大体まあ、人によっちゃ、人よりきですけど、僕はほろ酔いのろの字ぐらいできましたね、これね。うん。あ、なんで飲んだのっていうね。これね、普通の人からすれば何も出ないんですよ。これ2、3本飲んだぐらいで、ちょっとこの辺が、ほてってこう、わかります？ほてってこう、かわいくね。何回飲んでもアルコールならね。3本ぐらい飲んで、ようやくこの辺が、ほてって、なんかかわいくね。あ、酔ってるやん、お前、みたいな、かわいくなるんですけどね。僕らみたいな、このお酒の弱い人間が、これをね、ちょっとでもね、減らしてしまったとき、どういう症状が起きるかね。はい、まずですね、めちゃめちゃ、痒くなります、体が。かゆいんですね、めちゃくちゃ。全身がね、点々の赤いもうブツブツみたいなのができ始めるんですよね。その結果もう全身のかゆみ、そこから一気に頭痛がきますからね。これは普通の人が何杯も飲んで起こるやつが、僕らはもうこれの序盤で来るんですよ。一気に飛び級するんですよね。あ、テンション上がったタイミングどこみたいな感じで一気に飛び級してくるんで、ちょっとそこだけちょっとね、分かっていただけたらなって思うんですけれども。やっぱりこう、乾杯の勢いでグビッと生かされたりするじゃないですか。その時に全然口つけてなかったら、なんなんお前みたいな、なんか冷めた感じになるでしょ。あ、もう、ほらさっきの嫌悪感にもう当てはまってしまうわけですよ。もうそうなったらダメなんですよ。場の空気は悪くしたくないから、僕たちね。もし、ほろ酔いを飲まされない時は、噛んでいくんじゃなくて、グラスに移してください。グラスに移して、必ず氷を入れて飲んでください。みんなが噛んでも自分だけ意地でも、紙コップとコンビニで売ってる氷を買ってでもそれで参戦してください。そして、もしね、グビッと飲まなあかん時、どうするか。これです。こちら。口に氷を忍ばせておいてください。これです。言ってしまえば、だから、口の中で水割りにする感覚ですよね。グビッと飲む時に一緒に氷も食べれちゃうんですよね。すぐ飲み込むんじゃなくて、ちょっと口の中で氷と溶かしてください。それするとね、なんとなく水割りの気分になります。でも、多分あんま意味ないです。うん、実際多分そんな変わらんす。直飲みしてんのと、
摂取量的には何も変わらんし、しんどさもまだ変わらんけど、なんか気持ちちょっと楽になるんですよね。あ、なんか なんですかね、この氷が口の中にあるからなんかちょっとすごい楽になる感じがあるんですよね。本当です。僕も実際やってみて、あのちょっとなんとなく楽になった気がして、せんでもなかったです。気のせいかもしれないですけどね。なのでね、諦めないでください。諦めないでくださいね。ということで、じゃあ次行きましょう。続いて、スミノフですね。これも結構普通の人、酒飲みの人がすればね、あ、こんなん、このままだジュースよと。確かアルコール度数でいうところ 5% とかなんですよ、これ。これもね、全然ジュースですよって言うんですけどね、あのこれ結構酒です。はい。結構酒です。しっかり酒じゃないです。もう結構、しっかり超えてきます。もう結構酒ってます。これもまた、お前、かんないジュースだけどダメや、お前。みたいな感じでね、あの、新刊とかでね、勧められがちなんですよね、これね。だから、なんか酒飲もうやとか、宅飲みしようやって言った時、大体そのコンビニ行くと、ホルエは定番すぎて、あれなんですけど、まあ、スミノフとか買ってくると、瓶なんでね、これ。おしゃんな感じもあるので、ちょっとね、いいっていうのも、あるのが、良くないんですよ、これ。これね、ここ注意ですよ。ご覧の通り、瓶なんですね。瓶やから、おしゃれなんですよね。なんかこれ別に酒飲めるやつ飲めないやつ関係なく、やっぱビジュアルがいいのとめっちゃ美味しそうなんですよ。これ酔いと違ってなんか中見えてるんで、これね、あの色がなんか美味しそうなんですよね。美味しそうな結果どうなるかっていうね、こうおしゃれな感じが罠です。これ罠です。気をつけてください。あのすごいカラフルなカエルとかいるでしょ、絶対触ったらあかんカエルみたいな、それと同じやと思っててください。いろんな美味しさがあっても本当に甘い毒と思っていて、おしゃれな感じで買っちゃった結果、もう僕らみたいな人種はもう終わってしまうんですよ。もう大体このスミノフのこの部分ですね。このパピコの上のとこパキって切って、こう食うか食わんかの派で分かれるぐらいの勢いのとこら辺で僕らは来ますもん。なんでこれ買ったんやろっていう。なんで俺こんなん飲んでんねやろっていう、なんかもう賢者モードみたいなことですね。お酒飲める人と僕たちの決定的な違いは、お酒飲める人は本当にあの各駅停車なんですよ。大阪出て新大阪とね、もうあの本当の高槻はね、全部各駅で止まっていくんですよ。みんなはだからこう飲み始めるとともにどんどんテンション上がってきて、ウェーとか言ってゲームしたりとかっていうところですごいこうテンションピークで、まだまだ飲んで家ができるんですけど、あ、僕らね、あのお酒弱いといえばね、あのもう新快速です。新大阪出ちゃうと高槻まで止まりません。僕らは飲み始めると一気に頭痛まで、あの行っちゃいます。次なんですよ、もう次の駅がいきなり頭痛に行っちゃうんですよ。もうそこからはもう本当にトントン拍子で、この辺から赤いの点々点々でき始めるし、痒くなるしっていう、だからそのみんなの、あの楽しめる瞬間が僕らないんですよ。僕らお酒弱い人間はその瞬間がマジで普通の人の1万分の1ぐらいしかないんですよ。もうだからおちょっとテンション上がってきたとともに、もうそれが10秒ぐらいの瞬間にもう一気になんか来始めます、症状がってぐらい、マジでもう本当にこういう人種もいるんだなっていうのを思っていただけるといいんですけど、でね、はい、この時点でですね、あれ俺は私、酒飲めないんじゃねってね、思ってません。今までのですら序章に過ぎないのでね、覚悟しておいてください。こんなん序章です。ここから、あの、大人になるんですよ。まだ学生の頃って飲めるお酒が先みたいな、スミノフとか、あの辺の可愛いやつが入り口は多いんでね、はい、いいんですよ。もうここからです。ここからどんどんえげつないもの、やつらが出てくるんですよ。これがもうかなり厄介なんでね。緑茶杯ですね。これね、本当何がこれ危険かっていうとね、弱酒人間の逃げ道を潰してくるアイテムなんですよ、これ。これどういうことかっていうと、酒飲ましてくるような空気とかがある環境下で、唯一の逃げ道、お茶というルートを潰してきやがったんですよ、こいつらは。お酒飲めないことをやっぱりこうね、言って空気を悪くしたくはないから、その、周りに伝えずでも、こう、お酒を極力飲めたくないから、ちょっと緑茶とかに最初に逃げて、飲むべき時にちょっと、お酒飲んかまろうって思って最初どうするみたいな時に、ああ、じゃあ俺ちょっと最初は緑茶でっていう道を、じゃあ緑茶杯でって潰してくるアイテムなんですよ、これ。なんで潰してくるかっていうと、これね、これも酒飲みの方でよくね、実質お茶が罠なんですよ、これ。だから、飲みやすいから本当アルコール入ってないとかみんな言うぐらいですよね。これが罠なんですよ。この系統で言ったらカルーアミルクとかもそうですよね。飲みやすいでしょ？飲みやすいからね、僕らみたいなその弱い人間はね、一気に来るんですよね。お、まだいけるよ。お、全然いける。いけると思った？みたいな感じで急にブッってなるんですよ。飲みやすい酒は本当に危険。気づかないから、これね。これしかもね、パッケージがね、お茶すぎて、暗い場所だと危険なんですよ、これ。見てください、これ。パッケージ。お茶なんですよ、これ。パッと見。なんか気持ち程度にここにお酒ですって書いてるけど、宅飲みとか、カラオケでちょっとみんなでなんか買い込んで飲もうぜとかなった時に、もうわからんすからね、これ。なんかなかったんですけどね、これね。はい、じゃあ、次ですね。はい、こちらですね。核ハイボールですね。いやー、もうね、このあたりからね、マジで危険です。シャレなんないです、こいつら。本当に。こんな危険なアイテムがコンビニに売ってちゃダメです。まずね、初めから、酒感強すぎるが、飲めば飲むほどゴリゴリ酒です、これ。回数を増すごとに、どんどん酒がなんかもう、二乗で増えていくイメージですね。どうも、酒でーすって言って、一杯目飲むでしょ。で、次2杯目飲んだら、そいつら2人になってる感じ。あ、どうも、
酒でーすみたいな。でそれがまた次飲んだら4人になってる感じ。あどうもどうもどうもあ酒酒酒みたいな。どん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 増えていく。飲めば飲むほど。だから普通の人からすればなんもないですよ。普通の人からすれば美味しいねーで終わりなんですけど、僕ら弱い人間からすればもうそれぐらいもうこう飲んだ瞬間のアルコールですどうもがもうすごいんですよこれは。でこれ一番の罠です。この角ハイボールの何が危険かってとこなんですけど、これねコーラ、ジンジャーおよびジュースに化けてきやがるんですよこいつら。唯一僕らソフトドリンク勢ですね、お酒が弱い飲めない人間の唯一のもうここもう立ち寄って立ち寄れないフィールド、ソフトドリンクですよ。ソフトドリンクってみんなもうあれでしょ、小学生の時とかあのもうほんと早い子だと小学校低学年ぐらいから炭酸とか飲み始めて、もう僕らのその小学生少年の頃の思い出とともにこう自分たちと一緒に成長していく飲み物じゃないですか。コーラ、メロンソーダ、サイダーとかオレンジジュースとかね、その辺はもうだから僕らのもう安全地帯でかつ少年の心を持った飲み物の中に平気で紛れ込んでくるんですよこいつは。まるで自分はソフトドリンクですよと言わんばかりをずらして、あ僕全然コーラですけどって言うまくる、あコーラマン君みたいな、あ僕全然コーラですよ全然コーラ見るほらコーラですよ、何言ってんですか、あれ色も全部コーラでしょみたいな言うから、あちょコーラなんやって飲んだら罠、飲んだらこれもう酒です。ゴリゴリコーラやと思ったな、コーラやと思ったな、コーラやと思って飲んだらどうも酒でーすみたいな、ほんまこんな感じで来るんですよ。で僕らもう酒弱い勢は表情まで見えてます。コークハイのコークハイはいつも俺らに酒弱い勢をこうやって見下します。あなんか鳥貴族とかは優しいですよね、もうここ酒ですって書いてくれてるグラスを用意してくれてるんで、いやほんまにもうあれはねもう助かるんですけれどもね、あんま飲みで盛り上がってウェイってしようぜって時に取り行くことがないとないんですよ。なんか結局宅飲みとかなんか CDI のバーとかができたらもうグラス一緒なんで、もうわかんないです。そんなもうほんとおしゃんなバーとか言ったらね、いや本当だからもう良くない僕らの安全地帯に来るのは。俺の中ではコカ・コーラとかジュースってもう田舎なんよ、もう田舎のすごい自然の空気の美味しい中やのですが、急にそこに歌舞伎町流し込んでくる感じ、じゃあここ明日から歌舞伎町にするんでみたいな感じで来るやんってぐらいの気持ちになっちゃうんですよ、お酒飲めないぜばね。で、続けてですね、ストロングゼロドライですね。もうこれはね、はい、病院へようこそです。はい、でね、これ何が起こるかっていうことなんですけど、なんか確かご本家さんもカスみたいな味がするとおっしゃってたんですけどね、もうほんとまさにその通りで、あ僕もこれ飲み切ったことはないですけど飲んだことあります。一応今移したお酒は全部僕も一通り口にしたことはあるんですけど、これ、ね、僕の体感ですよ。飲んだ瞬間にえぐい味感じた瞬間から五感を支配されます。何言ってんのって思うでしょ、五感を支配されるんですこれ飲んだ瞬間から。これがストロングゼロドライだったでしょ、これね。だからどんな味なんちょっと飲めるねってこう飲んだ瞬間からもう完全にもうこのまま停止ですよ。その瞬間から僕らはもう五感を支配されてるんで、この辺に飛んできたハエが竜にも見えますし、目の前のもうみんながベロ下をした汚い床もお花畑に見えるんですよ。アイゼン宗介もびっくりですよ本当に。強化水月いらないですからね、ソゼロ度ましょったら勝手に強化水月かかってくれますからね、僕ら全部失います。全然知らん人をお母さんだと思ったりするんでね、これに関しては多分ね先弱いぜ関係ないです、みんなそうです。これ多分ストゼロめっちゃ飲んでる人もそうでしょう正直ね。気がついたら全然わけのわからん写真データフォルダになったり、全然知らんとこおったりとか経験あるでしょ。あ、俺五感支配されますかこれ。そりゃそうでしょ、だって五感支配する飲み物ですからこれは。そんなん飲んだら当たり前のことなんでね。これね、はい、1年かけても飲めません、無理です。こんなもん酒飲みの人からしたら全然余裕ですよ。普通の人から、普通の人でもちょっとしんどいと思うけど、僕らのお酒がめちゃくちゃ弱いぜはこんなもん1年かけても飲めないです。1年と3ヶ月でやっと最後のピチャピチャピチャが効かせれるぐらいになりますね。最後に、とはいえやっぱり飲まざるを得ない環境あるんですよ。僕も経験しました、激落ちくんを忍ばせてください。激落ちくんってこれね、普通のスポンジと違ってでっかい1枚のシートになってるんですよね。でちぎれるんですよ。そうだからちぎれるんで好きなサイズにポッケに忍ばせれるんですよね。そのゼロ缶とかテキーラのショットとかになった時においおいみたいな感じで飲まされるじゃないですか。うん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 って言って激落ちくんに吐くんですよ。激落ちくんってめちゃめちゃ吸水性いいんですよね。握り拳分ぐらいの激落ちくんここに入れとけば、でちょっとこうむせる感じでみたいな、こうお酒のきついの飲んだわルフみたいな感じでちょっとそのみんなの背中出してこうみたいなやりながらこのグーの中に入れるんですよ激落ちくんを。そこにピシャーっていって吐いてあげると。でね、これお酒弱いですね、弱いけど飲んでやっていかなきゃ社会人になったしとか、その上司との付き合いでとかやっていかなきゃでも飲めないどうしようって人はね、酒弱で飲めないやつはね、ほんと頑張らずに理解のある人たちとご飯行くのが一番いいんですこれ。みんながほんとテキーラのショットを何十杯も飲まされてバーって倒れてる状態が僕ほろ酔い2巻で来るんで、マジで理解のある人とご飯に行ってください。ほんとにそんなんで倒れたり最悪なくなったりしちゃうかもしれないんで、絶対ダメです、その無理しちゃうのは。
ってことで、ご本家さんもぜひ見てください。あー、もう全然これよりも面白いと思うんで、で、よかったらそれ見た後にもう一回見てください。最後に、酒をあの人間絶対無理すんなと。いや、ほんとその通りです。絶対無理しないでください。あなたの体をあなた自身で守ってあげてください。ね、本当にもう倒れてからじゃ遅いんで。そう、この音、クストゼロは1年半かけてこの音聞かせてあげます。